プロティーマイナス5水中スクーターにまたがり、APS 水中銃を装備したロシア軍のフロックマンの CG イメージ隊、フロックマン訓練で MK3 種榴弾を投下するアメリカ沿岸警備隊の可視官、フロックマンは軍事活動を行う水中工作員のことである。潜水工作員、戦闘潜水員とも、フロックは水陸にまたがって暮らす。 両生類のカエルを意味する英語である。水中は陸地や戦場から見通しにくいため、潜水により敵地へ潜入して偵察や暗殺、感染、橋梁などへの破壊工作を行えば奇襲効果が大きい。近代以前は水泳の達人であっても水面に上がっていく次する必要があった。フロークマンの活動、戦術、装備が本格的に発展したのは、 呼吸用の水中ボンベなどが実用化され、スクーバダイビングが可能になった第一次世界大戦頃からである。第一次世界大戦末期の1918年11月1日、イタリア海軍はフロッグマンを搭乗させた人間魚雷をポーラ港へ侵入させ、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の戦艦フィリブス、ウニティスの艦艇に吸着機雷を仕掛けて撃沈した。 第二次世界大戦においてもイタリア海軍はフロイグマンの活動によりイギリスの戦艦を撃破した。アメリカ海軍は上陸作戦前の事前偵察に活用した。日本海軍は潜水士が死を覚悟して米軍上陸用集艇を水中から爆破する特攻戦法、複量の投入を準備していた。20世紀後半以降は 特殊部隊としてのフロッグマンが求められるようになった。アメリカのネイビー・シールズ、イギリスの特殊集艇部隊、日本の陸上自衛隊特殊作戦軍、海上自衛隊特別警備隊など、海軍、海兵隊系を中心に、多くの国で特殊部隊がフロッグマン要員を抱えている。水中からの上陸という音密性は未だに高く、米海軍のバージニア級原子力潜水艦では、 フロッグマン用のエアロックチャンバーも備えている。韓国や日本の海岸では北朝鮮製と見られる水中スクーターや反潜水艇が発見されており、現代においてフロッグマンは平時の工作活動や地域紛争の特殊作戦に投入されている可能性が高い。上記の事情からフロッグマン部隊の選抜や訓練、編成、活動、 装備は軍事機密とされることが多い。一方で、他の特殊部隊と同様に、指揮や愛国心の高用、同盟国、友好国への宣伝、仮想的国への牽制などを目的として、その精鋭ぶりをあえて公開することもある。中華民国海軍陸戦隊は、フロッグマン任務を担う両制艇探せ大隊の厳しい訓練を日米メディアに公開したことがある。 ありがとうございます。